今日は2020年11月29日木曜日、午前です。私は今名古屋駅に来てます。名古屋駅今撮ってるのが JR 名古屋高島屋でございます。そしてその隣高島ゲートタワーでございます。はい、かなりの高層ビルが建って名古屋駅もここ数年ですごい変わった感じがします。ちょっと逆光になりますが、こちらにはミッドランドですね、トヨタが建てたミッドランドタワーとか、いろいろ建っております。今見える交差点に見える、なんだろう、とんがり帽子のようなものについてはデザイン博の時にあったオブジェで今後取り壊されて交差点になるということになっております。で、今日名古屋駅からお伝えしたいのは鉄道の話、直接の鉄道の話ではなくて、今後、一応2027年にはリニアが来るという予定で、今 JR 東海が工事を進めておりますが、まあ、静岡県との、合意が取れなくて多分遅れるのであろうということで、なっております。ただ町は着実にリニアが来る準備をしております。それを、お伝えしたいと思います。はい、今先ほどのところからちょっと移動しまして、先ほどのところが今カメラで撮っている一番奥のところですね。そこからずっと南の方へ移動してきました。そしてゲートタワーが見えます。そしてこちら、その高いビル、これは、三菱地所が建てた大名古屋ビルジングですね。ビルディングじゃなくてビルジングということで、今回もその名を強調しています。さあ、こちらが、先ほど言いました、ミズランドスクエアですね。これトヨタが、建てた、ビルジングでございます。そして向こうに見えるのがなんかちょっとぐるーっと、丸いビルがありますが、これがモード学園という、まあ、学園法人が建てたスパイラルタワーというものでございます。まあ、こういったものが今名古屋には建っております。はい、名古屋駅というのはこのような感じでどん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 新しいビルが建って、リニアに開業に向けて期待をしているところでございます。はい、また場所を移動しまして、目の前のツインタワーが見えるところに来ました。ずっと見てきますと、高島屋の JR 高島屋ツインタワーからマリオットアソシアホテル、それと、ゲートタワー、そして一番右に見えるこれが郵便局の切手ですね、タワーが建ってます。そして、一番変化があったのがここですね。こんな、広大な更地があります。ここはもともと東洋ビルというビルが建ててあったんですけれども、 JR の東海の工事に、まあ、依頼によりリニアが来るということで、ここが、まさらの更地になりました。こんなに広かったんですね。坪いくらぐらいするんでしょうか。そして、ここですね、この地下鉄の2番出入り口についてはもう封鎖をされております。時期ですけれども、令和2年6月6日からそうですね、中央新幹線建設工事完了までと、まあ、かなりアバウトになっておりますけれども、まあ時期がどうなるか分かりませんが、こういう形になったんでしょう。この位置を見てください。ここにビルが1個ドーンと建てたので、それはすごい資産価値があったと思います。向こうに、見てみますと、向こうの道路に突き抜けているところがあります。ここはもともとこのビルとは別のところでした。これだけあると本当に時価いくらというような感じですね。そして今この、隣の建物、ここも、ホテルなんですけれども、まあ、取り壊されて、ここも更地になります。で、更地になった後何になるかというと、ここはもうこのまま更地で公開空地ということで、広場になりますね。まあ、公園みたいな感じで整備をしていくのではないでしょうか。はい、では一旦ここでやめて、違うところへ移動します。はい、ちょっと移動しました。今、取り壊される予定のホテルの目の前に来ています。まあ、モンブランホテルというホテルですね、名古屋駅前にありました。今はもう営業をしておりません。張り紙があります。
リニア中央新幹線整備計画の用地買収に伴い2020年令和2年8月30日にご宿泊をもちまして閉館いたしましたということですね。でこちらについては新しく起動してまた建てられるような形になっております。いろいろ撮っていきましょう。おお、すごいですね。これも何坪ぐらいでしょうかね、敷地面積。かなりの一等地で坪単価いくらぐらいでしょうか。結構な規模ですので、どうでしょうか、まあ、多分東京とかの地価には勝てないでしょうけども、それでもリニアが来ると決まってから名古屋の地価がぐっと上がりましたので、かなりの地下になっていると思います。ここから、JR ゲートタワーとかそれがまあ見通せるようになってますね。今まではこんなこと考えられませんでした。で今から、このモンブランホテルも、まあ、囲い、要するに足場を組んでこれから、解体されるということで、今工事の人に聞きました。そういうことを言っておりました。で続いてこちら、こちら茶色いビル、こちらも解体されます。1階に店舗が入ってたんですけれども、すでに閉店しています。まあ、当然のことながらリニアでということで、これ書かれてないですね、まあ、リニアと書かれて、あ、書かれてますね。リニア開通のためということですね。2月16日をもちまして閉店させていただくことになりましたとかありますね。これは三菱地所系の名古屋、ダイヤビルディングということですね。もちろんビルディングですね。ビルジングでございますよね。はい、続いて位置関係、こちら目の前に、名古屋駅ですね。タワーとか見えます。ここからぐるっと180度回転して、真後ろですね。向かって右側が取り壊される予定のビルです。まあこういったところと交渉するにはね、もともと持ち主が法人、まあ多分三菱地所、まあ、なのか系列なのかでしょう。まあ名古屋の都市計画に、まあ、賛成するということで、まあ取り壊しもまあ比較的スムーズにいったのではないかなとは思っております。で今ここ。この道路がありますね。ここの道路について、この道路はまあこのまま残りまして、この右隣の茶色いビルが取り壊されて、まあ、もうちょっと広くなって、ここが、何でしょうか、まあ、通路というか多分歩道になるんでしょう。でこの下をちょうどリニアの駅がズドーンと来るような感じですね。で目の前の茶色いビルも、ダイヤビル、左側の茶色ビルもダイヤビルという形になってまして、確かにこの左側のダイヤビルも解体計画に入っていたんじゃないかなというところですね。今こうやって、上に見ると電線が保護棒で囲まれてますか、電気工事を行っているようですね。昨日なんか電気工事の車両が来ていました。ということは電気関係です。配線マン外して電気を切ってしまってもこれから解体に当たるのかなというような感じだとは思います。あ、このビルももう終わりですね。ただまだ1階には営業している店舗もありましたけれども、さてこの部分がかなりなくなりますね。それであちらにあるお寺は残っていくというようなことです。はい、またちょっと移動しました。先ほど、解体される予定の、ダイヤビルですね、こちらを、道路の反対方向から映しています。目の前、見えますのはミッドランドスクエアですね。その右側にあるちょっと手前のこのビル、ダイナゴアビルディング、こちらがミッドランドスクエア、こちらがダイヤビルですね。こちら、解体予定でございます。そしてこのダイヤビル、茶色いビルが解体されますと、隣にあるビルが残ります。ですのでこのダイヤビルの、ここまでが
これがズドーンとなくなって歩道になります。そういう計画ですね。はい、かなり変わってきますね。歩きながらの撮影ですけれども、こちらの、左手に見えるところについては、解体される予定では、ございません。そのまま、営業を続けていくというような形になります。そして、ここから歩いていきますと、この一方通行の道路ですね。でこちらが、解体される予定のモンブランホテルというところになります。でこちら歩いていきます。でこの道路は、計画によると、既存の道路として、残っていくということですね。で、すでに今先ほども言いましたが、こちらの工事をやっております。左へ降りましょう。で新たにこの、茶色いビルが解体されるということも、お伝えしました。はい、でこちらの道路についてはこのまま残っていって、ここで隣の茶色いビルも取り壊されて公開空地になります。広場になります。そしてこちらの、道路も、そのまま残っていくということですね。でここの更地、もともとここには、キオスク名古屋ビルというものが、こちら間違えました。もともとの違う、商店、ですね、商店がありました。はい、ここですね。ここ今、立っております。ここについてはキオスクの名古屋ビルというものがありましたので、早々に取り壊されていました。で更地になって今新しいものが立っています。すごいですね。名駅3丁目、2304計画新築工事というふうになっています。でこのまま、道路は残っていきます。右側の茶色いビル、それと、もう一個茶色いビル、まあ、この名古屋大、ダイヤビルディングですか。これ全部壊される感じですね。真正面に見える1号館も壊されます。で道路がここから曲がって、こちらが、北側に通れる道路ができます。でこの目の前にある、まあ、南北の道路ですね。こちらについては廃道ですね。まあ、道路が壊され、まあ、なくなってしまうというような形になります。目の前の1号館も将来壊される予定です。今右手が1号館、左手が3号館。まずは3号館の方から解体ということですかね。1号館も全て店舗については退去ということですね。希望感です。でこちらを右に回っていきましょう。ここのバーももうなくなっちゃったんですね。なるほど、そういうことですね。はい、でこれ名古屋ダイヤビルの1号館でした。続いて1号館から引き続き先に進んでいきます。東の方に進んでます。東から右に折れて南に進みます。はい、こちらもすでに解体が始まっております。こんなにすごいすっきりしましたね、これは。いつもに前はここにまだビルが残ってたんですけれども、もうすっかりなくなってます。いつなくなったんだろう。ちょっとすごいですね。ちょっと最近2ヶ月の間でしょうか。うわーすごいな。
で、ここまでが、まあ、解体予定ですね。東横インは残りますけども、解体されているところはこのまま解体で、向こう側にある茶色い名古屋ダイヤビルディングの1号館ですね、あれが解体されると向こうまで、まあ、見通せるような形になっていきます。まあ、作るのは時間かかりますけども、まあ、解体は本当早いですね。はい、ちょっと道路を渡って、向かい側から撮影しています。まあ、これだけの広さがかなり分かると思います。全体像ですね。奥の、まあ、茶色いビルが解体された時にはどんな眺望になっているか楽しみです。はい、こちらのビルは、名古屋ダイヤビルディングの1号館です。それでそこにポストがんですけれども、このポストも撤去のお知らせと書いてありますが、2020年11月9日、あ、もうすぐですね。よかったですね、この、ポストとか取れてよかったです。はい、ということは、11月9日以降にこの1号館も解体というような形になるんでしょう。1号館、3号館ですね。で、あと奥が2号館。全部解体の予定です。どんな感じになるんでしょうかね。奥には大名古屋ビルディング、ミッドランドスクエアが立ちそびえておりますが、ここが全くの更地になるというような、まあ、更地というか広場ですね。手元にある資料では広場で、広場内にリニア関連施設が配置される予定ということです。まあ、あくまでも予定なんでどうなるか分かりませんが、まあ、一応ここの道路についても廃道予定ということなので、まあ、全て、まあ、決定事項ではございませんのでね、まあ、廃道も検討中ということですね。はい、ということはこのパーキングメーターもなくなってしまうということですか。なるほど。まあ、パーキングメーターがどうしたっていうふうには言われるかもしれませんが、まあ、たまにこのパーキングメーターを使っていた、自分としてはやはりあった方がいいなというようには思いますね。で、こちらの2号館についても、まあ、解体撤去ということですね。まあ、すでにもう店舗については全てが退去している状況です。こちらが1号館。まあ、大きいですね。これだけ床面積はどれぐらいあるんでしょうか。2号館についても1,2,3,4,5 階建てですね。まあ結構前に建てられたものだと思いますので、まあまあまあ、それは、時の流れということでね、ありますけど、クリニックでお知らせってもありますね。いろいろ変わってきております。名古屋駅です。こちらの方から名古屋駅の方に、はい、ちょっとここ風が強くて、なんかビル風でしょうか、何か、多分音声も聞き取りにくくなって申し訳ございませんけれども、まあ、こんな感じでとりあえず一旦中断します。はい、今から、撮影しているのは、建設中でございますけれども、こちらは、先ほど名古屋の駅前でホテルが、まあ、解体されるという、予定でお話ししたホテルですね。こちらが、こちらに、移転建築ということになります。今、建設途中でございますが、いつ完成するのでしょうか。また、状況を報告していきたいと思います。